アリアンタワー。まあまあ近いけど、歩くとちょっと遠い。見ました？あ、見た見た見た。こんなオフィスっぽい生活をするのは初めてです。ジャカルタ。これが PT かわいいワンダーグループ。今のジャカルタでの仕事です。で、マップだとどこなんだっけ。おー、すげえ遠いな。こうやって毎日来てんの。はい。すげえ距離だな。すごい。こんなに止めて、こうやって動かしてくんだね。パズルみたい。こんな商売があるんですね。果たしてここ、そもそも普通の行動じゃないんかっていう。行くぜ行くぜ。ゴジェックでも進めない。パーカーズホステルが一番いいですね。でちょっと分かったんですけど、ジャカルタは南に行けば行くほど混むんで、北のコタ、まあほとんど住んでる人いないんですけど、北から南に行くのは比較的混まないということは、やっぱり北に宿を取った方がいいのかもしれない。今まで最近南に取ってたんですけど、南めちゃめちゃ混むんですよね。北はあとエアポートからすぐなんですよね、一本で。でここはちょっと中心寄りです。今のうちのオフィスから3キロぐらいか。全部ここバックパックのホテルです。まあ悪くないんだけど、特別よくもない、そんな感じです。面白いねこれ。Never say goodbye, say simple, say see you soon。 その方がいいですね。